解体工事などから出た廃棄物、木材や金属、プラスチックなどが混じったこれらの廃棄物もリサイクルにつなげるため選別されているんですよ。今回はこれらの廃棄物がどのように選別されているのか、とちまるくんと一緒に探検に行きましょう。ここは宇都宮市にある選別施設です。こちらはですね、解体工事などで出た廃棄物をさまざまな機械や人の手を使って選別している施設です。県内のいろいろな場所から1日に150トンほどの廃棄物が運ばれてきます。これらの廃棄物がどのように選別されるのか、作業の様子を見ていきましょう。ベルトコンベアに載せられた廃棄物が運ばれてきたのはこちら、フィンガースクリーンという機械です。指のような形の網が動いて、網目より大きなものと小さなものを分けます。フィンガースクリーンで分けられた廃棄物は大きさによってオーバーものとアンダーもの、2つのルートに分かれていきます。まずは大きくて網目から落ちなかったオーバーもののルートを追いかけていきましょう。オーバーものが流れてきたのは手線コンベアです。廃棄物に混じった木くずや可燃物などの異物を人の手で選別します。続いてはこちら、自選機という機械。はい、こちらはですね、金属を取り除く自選機という機械です。ベルトに磁石がついていて、磁石の力で金属だけを取り除きます。これらの工程を経て、オーバーものから木くず、可燃物、金属などに選別していきます。一方、フィンガースクリーンで網目から落ちたアンダーもののルートも覗いてみましょう。オーバーものと同様に自選機で金属を取り除いた後に、こちらの機械に運ばれます。これはスーパーフィニッシャーという機械。送風機で風を送り、紙やビニールなど軽いものを吹き飛ばしているんですよ。多くの機械を通ってきてだいぶ選別されてきましたが、実はまだ自選機で取りきれなかった金属片が混じっています。それらを取り除くのがこちらの機械です。こちらの機械は自選機の磁石につかなかったアルミなどの小さな金属片をセンサーで判別し、風を発射。金属片だけを狙って吹き飛ばす優れものなんですよ。この施設では自選機や風力選別機などのさまざまな機械、そして人の手によって廃棄物を選別しています。選別された廃棄物はボイラーの燃料やセメントの原料、金属製品や道路工事の路盤材など、さまざまな形にリサイクルされています。選別の工場に勤めるだけではなく、周辺環境への配慮のため建屋内で作業を行うとともに噴霧器を設置し、粉塵を抑えています。さらには作業員の安全面も徹底しています。ヘルメットや手袋、そしてマスクの着用を義務付けています。
私どもは廃棄物が資源として再利用できるよう選別を行っております。一度使用したものをそのまま捨てるのではなく、繰り返し使うことで天然資源の消費を抑え、ゴミを減らし、環境への負荷をできるだけ小さくするため日夜努力をしています。限りある資源を大切にすることは、持続可能な社会の形成においてとても重要です。廃棄物を資源へとつなげる選別施設は、私たちにとって欠かせない施設なんですね。